ウィスコンシン州、アシュランド軍の地図。北部に、アポストル軍島がある。アポストル軍島アポストル軍島アポストル軍島は、アメリカ合衆国ウィスコンシン州の北部、スペリオル湖、ベイフィールド半島の先に浮かぶ22の島々の、総称である。島の多くは、アシュランド軍に属し、サンド島、ヨーク島、イーグル島、ラズベリー諸島は、ベイフィールド軍に属している。 マデリン島を除く島々はすべてアポストル、軍島国立湖岸の区域内に指定されている。島々は、スペリオル湖、チペワ族にとっての精神的な故郷である。ヌーベルフランスの歴史家、ピエール・フランソはシャビエル・ド・シャルル・ボワによって12使徒に、ちなみアポストル軍島と名付けられた。アポストル・アイランズ、ハット・ヒストリック・ダイアリーズ、ジェームズ・ドーティー、 1820, ウィスコンシンヒストリカルソサエティリトリーブドジュライ26-2008パプロック、ジョン・ブライアン、テレサ・ペニガイパプロック、セークリッド・サイツ・オブ・ウィスコンシン。ビッグ、アース・パブリッシング、P105、ISBN19 億3159万9千1 7 http://books.google.com/.books, ススララッッシシュ id。 イコール SGF7J メートルズンボレ c ピコグラムイコール PA105&DQ イコール22マデリンアイランド2222 22スピリチュアル 22& シグイコールアクフー3 u チックドレオムスプブワイロズ 5MTP1 回 2KSG ありがとうございます